いつもの通りにある古びた一軒家の前で立ち止まる。十数年前までは子供連れの家族が住んでいたが、その家族が出て行ってからは一度も人は住んでいない。気のせいか家の中に人影を見たような気がした。妙に気になる。引き寄せられるように門を通り抜け、軒先へ歩みを進めた。ということで、呪詛っていう、ゲームらしいんだけど、これなんかね、スマホの中でも1、2を争うほど怖いゲームらしいんだよね。ということで、ぜひやってみてほしいみたいな声がかなりあったので、ちょっとやってみたいと思います。呪詛、呪いの巣って書いて呪詛だからね。あ、新聞がタップできる。あ、落ちた。なんだこのコイン。すげー、コインみたいなのがあるんだな。電気はまだ通ってるようだ。ブレーカーだな。ブレーカーっていうか、なんか外のあれか。ガラスが割れている。あ、チャイムボタンある。わー、俺が壊しちゃった。新聞受けはもう見れないと。鍵がかかっている。こうやってさ、タップしてたら鍵落ちたりするんじゃないの。ダメか。ということは開けれないと。窓。暗くて何も見えない。あ、下になんかあった。1-7-4。1-7-4。1998年4月11日って書いてあるね。1998年4月11日。相当前から空き家のようだ。まあ、10年以上前から空き家と。なんだこの音。なんか変な音が鳴っている。他に特に、あ、ツタが絡みついている。植物怖いよなって思うよな。なんかさ、たまに通りかかった家さ、全部ツタだったりするよね。超怖いよね。あ、大丈夫か。開けます。あ、黒電話があるね。特に何もできない。閉じる。これ開けたりしたらまたなんかあるんじゃないの。次はない。あ、タップでちょっと見れる範囲が増やせる。2階建てのようだな。黒電話がある以外は特に何もないかな。こんだけか。もう一回見たらなんかないか。うわっ、今なんか通ったよな。なんだこの音。ああ、怖っ。え、左何？鳥が死んだの？なぜ突然カラスが？怖っ。左上なんだこれ。あ、なるほど。コインを買うことによってヒントが買えるみたいな。昔やったゲームもそんなシステムだったの。これはトロフィー。設定は、あー、なるほど。他、メモ。よし。よし。いざとなったらね、レトルトがここに来たっていうことをね、俺がね、もしも出てこなかったら、これ通報してください、皆さん。これが、あ、合成分解とかある。こういうのを使って、なんていうんだろう、ここを脱出するためのアイテムを作ったりするんだな。もう見んのさすがに怖えよな、普通は。あ、はあ、カラスがいなくなって、鍵をゲットしましたよ。鍵を使うで、やった、開いた。ついにレトルトは玄関を、おー、開けました。第一ステージクリアかな。玄関。2015年5月22日。今日じゃん。俺が深夜にゲームしてるのバレる。電気みたいなのあるな。あ、つけたり消したりだな。あ、動かすことによって、なんかこういう風に。あ、コイン発見。こうやって落ちてんだな。じゃあ左側から見ていこう。空の消火器が並んでいる。
ドライフラワーだ。うわっ、なんだこれ。家族かな、おじいちゃんおばあちゃんお母さんお父さんなんだろうけど、なんか娘孫がなぜかなんか消されている。女の子の顔にバツ印がついている。小さいおじさん、小さいおじいさん、君の悪いおばあさん、君の悪いって失礼だな。なんか写真なんかおかしくなってない？威厳を感じる父親だ、優しそうな母親だ。怖いな。ドライフラワーカレンダーは仲の良さそうな家族のカレンダーだと。何かが引っかかって開かない。靴箱ダメなのか。これやっぱさっき覗いたのは娘なのかな。ボロボロの赤いハイヒール、お母さんのかな、ハイヒールって。懐中電灯は来たー、電池切れの懐中電灯。コインも、これはいつか使えそうなな、電池を使って。何これ、かわいい、癒される。かわいい、サンリオのキャラクターとかに。もう一回見た時にさ、怖くなったりしないだろうな。あれ割れてたっけさっき。ん、なんかさっき割れてた、こんなに。なんか手の跡、あ、右側なんか映ってたんだ。ぼーっとしてた。祖父の肖像画だろうか、湖の風景画だ。病院の電話番号書かれている。古い電話だ、線は繋がって。まあ、電話の上にこう連絡するさ、番号とか昔書いたりしてたよな。スリッパだ、もう片方が見当たらないと。もうとこにないから移動できちゃうな、これ。暗くて何も見えない。じゃあ2階は、2階を行く気。あー、電気、電気消したままなんかやっちゃダメなのかな。あー、どういうこと、これカメラ撮ってるっていう。あ、動画の撮影ができんだ。ごめん、もう撮影してるわ。あー、よかった。写真とかに変化はない。なんか仲良さそうなカレンダーもちょっと怖くなってない？奥は暗いから行く気はないのかな。肖像が電話番号、もう特にないっすよ。仕方ない、ちょっとヒントというシステムを理解するための一回使ってみますか。闇は霊を呼び寄せる。待って、家族の写真ってある。家族の写真がなんかできんだな。逆にこのヒン、これがヒントになってるか。おばあさんをクリック、あー、おばあさんクリックしたら超怒った。パパパパパパ、これも一つのギミックだから。あ、あ、え、音。何、うるせえ、切ろ。あー、ばあちゃん、めっちゃタップしたから怒ったんだよ。なんだよ、なんだよ。ヒントがヒントになってるの。闇は霊を呼び寄せる。なるほど。なんか電気をわざと消したりするといいのかもしんない。霊、霊おいで。もう霊待ちなとこあるしな。霊。来ねえしれ。なんか他、今ので、これはでも調べられないっぽいな。裏側、ダメか。そうだね、電話もな。このギミックはなんかもう終わった感じするんだよな。今映ったのばあちゃんだったのかな。もう俺なら帰ってるけどね。こいつなんで帰んねえんだみたいなとこあるよな、もう。でもこれのやった時に若干霊っぽいのつけた瞬間出たみたいなのはあるけど。
あ、浮いた。ああ、あ、猫のぬいぐるみの首。2階に誰かいる？これで2階行けるようになるの？あ、2階行けるようになった。子供部屋、2015年5月22日。はい、ということで、1パート目はこれぐらいにしておきましょうか。ご視聴ありがとうございました。今までやったスマホゲームの流れもかなり怖いですね、この呪詛ってゲーム。さて、この家で一体何が行われたんでしょうか。バツ印つけられてたからね、子供。なんかここもありそうですね。なんかもうなんか嫌そうななんかやつ落ちてるしな、なんか。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。レトルトさーん。みんな、レトルトを助けるために、そこのボタンを押してくれー。左上のボタンを押して、チャンネル登録だ。動画の更新もすぐに分かって、レトルトもお助かりだー。スマホの方は、登録ボタンを押すか、説明文の、チャンネル登録よろしくどうぞ、の右からどうぞー。右下の、ニコニコの、チャンネルでも、いろいろやっているので、そちらも、今すぐ、レッツゴーだ。それでは、別の動画でお会いしましょう。